どうやってんの、これ。あえ？れ、これ、表示、もうちょっと大きくなんないの？それ使い方が全然わからない。電波が悪いんだ。OK、バチバチ。あ、これですね。あ、これわっいいしよょね。い。あ、これ。結構ね。わっしさあ、ょい。わっしょい。よろしいですか？大丈夫。あ、坂本さんどうも、はじめまして。坂本です。あ、どうも、アクトキーのユーダと申します。よろしくお願いします。何 すか、その USA は。やべえ、どうも。やべえ。じゃあ、ケイさん、ワッショイ行きましょうか、じゃあ。せーので。多分坂本君、多分その僕が経営者とか知らないんで、別にもう、あ、関わってでいいですよ。カーセ打ち合いでいきましょうか、じゃあ、今日は。はい、そうですね。はい。そうです。はケイさん、行きましょう、じゃあ。い。さあ、お忙しいとこ、ありがとうございます、坂本さん。はじめましありて。がとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。ちょっともう、スリービーチャンネルの自分、もう川瀬くんがプロになって、すごい頑張ってる、頑張ってたんだなっていう過去の話とか聞いて、感おお。動しました、本当に。ね、飲み会の時もさ、それ言ったらよく、自分の、ね、自分のお金で、30万出して、雇ってたとああ、か、そういうリュウ話。先生、リュウ先生。わあ、リュウ先生ですよね。マセ君が。では、はちょい。っと番組っぽく始めていいですか？なんかズームの感じですいません。呼んでいただき。よろしくお願いします。願いします。川瀬さんと坂本さんの最初の出会いってどんな感じなんですか？高校の時の2年生の春の選抜大会ですね。全国大会。春の。同級生ですか？川瀬さんと坂本さんは。1981年はですね。れ？川瀬さん81年。同級生。僕は2年なんですけど、早生まれなんですよ。え、あんまね。あー、なるほど。はい、そうなんですよ。もしかして、坂本さんあれですか？八重樫さんと同級生。出会い頭の一個上あ、後輩になるんですか？大学の後輩。です。おお。いや、だってあれですよ、名門、確か拓殖大学でしたよね、大学は。習志野高校を出て、拓殖大。ん、習志野っすか？そう。僕はもともと関東の人間なんで、そうですね。習志野高校はよく練習試合しましたよ。どうですか？野球です僕、か？サッカ野球です、野球です。ー。僕、埼玉なんですけど。そうですね。名門、習志野高校はもう、開幕から始まって、プロ野球選手結構いっぱいいるんで。そうですよね。すそうごなんですくよ。は。習志野高校って野球も強いんですよね。甲子園とか行ああ、そうくなんでそうですから。す。そうなんです、そうなんです。これ一番、吹奏楽。吹奏楽ですか？毎年金賞を取って、すごいおね。お、すごいっすね。え、習志野高校って公立高校でしたよね、確か。公立、習志野の、そうですね。私立じゃないですね。やっぱ、あれですね。内田さんが喋ると、え坂本君の声聞こえないですね。え。じゃあ、自分の母さんの声は聞こえるんですか？こうやって喋ってると。内田さんの声聞こえますけど、なんか、内田さん喋って、坂本君が喋ると、なんていうんですかね、こう、緑の枠みたいなのがあって、これが映ったりするんですよ。ああ、これですよね。これ今、内田さんです。はい。
で、喋るとこれが移動して声が聞こえるんですけど。なるほど、なるほど。なるほど。これ、なんか設定あるのかな？ちょっと次回まで、ちょっと調べておきますね。めっちゃアップやん、坂本くん。これ、ちょっと待って。自分の設定が悪いのかなと思って。でも、多分悪くないと思うよ、絶対。多分僕のパソコンの設定だと思うんですよね。僕の方あ、かそら。うなんですか。やってるんで、ごめんなさい。ちょっと後で見ときますわ。なんかあるんだと思うんですけどね。そういうことですね。なるほど。さてさて、じゃあ、もう一回話戻しますけど、その高校2年の早退で戦ったんですか？母さんと坂本さん。選抜、選抜。選抜、はい。春の選抜大会ですね。ライトウェルター。今で言うとスーパーそうラでイト級。す。そうですね。スーパーライトってあれでしたっけ？プロもアマチュアも一緒でしたっけ？ 63.5 でしたっけ？63.5です。おお、なるほど。坂本さんはあれですか？じゃあ、プロ入った時はスーパーライトから入ったんですか？そうですね。スーパーライトから入りましたね。ライト級でも試合はされたと。ライト級の選手と、間で62キロ契約とか、2.5キロ大体契そんな。約とか、61.5、1.2キロ落ちなかったんで。影響が下手くそすぎて。母さんはずっとライトですもんね。スーパーライト僕では行っは、てないですもんね、プロは。そうですね、プロはずっとライト級ですね。ライト級ですもんね。そうですね、はい。いやー、川瀬くんはもう左フック半端じゃない強かったんですよ。左フック選抜。でも本当にね。内田さんありなんですよ。岡本くんありなんですよ。その選抜の時に、計量の時に、並ぶんですよ、みんな。その時に坂本がちょっと隣にいて、で、喋ってくるんですよ。どっから来たのとか。どっから来たのとか言って。すげえ喋ってきて、うわ、ちょっとなんか僕、正直嫌やったんですよ。試合やるのに、僕集中したいから、ちょっとごめんねと思ったんですけど、すげえ喋ってくるんですよ。で、ちょっと仲良くなっちゃって、話しちゃって、で、うわ。松坂大輔に似てるよねとか 覚えてる？いや、言っとったそれ。言っとったそれ。言っとったでしょ？言ってた。それ言っとって、それで、結構喋っちゃったなと思って、嫌だなと思って、あまりこれからやる選手とあまり喋りたくないんじゃないですか。仲良くなりたくないんですよ。殴り合うから。と思ったもら、僕の次の相手が坂本くんやった。やりづらいっすね。やりづらかったですね。1回戦で当たったと思って。1回戦や。その試合はあれでしたっけ？坂本さんが勝ったんでしたっけ？もうギリギリ勝ちですね。もういえいえ、ほ全然とん負けど、2、1かなんかだよね、確か。わかんないけど。ます。いや、30じゃない？多完全だった。いや、もうだって、でも顎をもうほんと折れたかっていうぐらい痛くて、もう飯食えなかったもん、ほんと。分。でも、監高校督生にだも、と、あれですよね、ヘッドギアはするんでしたっけ、試合は。ヘッドギああ、すみません、すみません。ヘッそうっドすギアね。の、グローブは10オンスぐらいでしたっけ？ 14 っ14 すっすね。か？14、14じゃない。10だ、10だ、10だ、10ですよね。10で10ヘッドギアですだ。よね。そうっすね。そうそうそう。ヘッドギアもなんか顎のところは開いたようなヘッドギアでしたよね。ああ、そうそうですよね。そう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 。ウォーズマンみたいな。そうそう。なるほど。めちゃくちゃ。その時からのお付き合いっていうか、で、その時はやったっていう事実があって、プロ入って、多分坂本君が連絡したのは、多分僕が引退してから、最近じゃないかな、多そうですね。最後、なんかわかんないけど、何で繋がったのかわかんないけど。まあ、分。いや、僕 SNS も、で。多分 SNS で、そう。僕も何でつながったか分かんないですけど、SNS で、知り合い、また知り合って、でも、声かけて。自分は結構見てましたけどね、マツダジムで。
川瀬昌司って多分、あれ選抜で戦った相手だよなと思いながら。で、土屋周平と戦った時。あ、はいはいはい、はい。そうそう。あの、片指の後輩なんで。ああ、そうです、ね。そうです、ね。お、川瀬くんと思って。で、なんかあの、1ラウンド目倒されたかなんかで。うん、そうだ、2ラウンド目だっけ ?1 ラウンド目。うん、倒されて。うん、で、その後、盛り返して。うん、やっぱ盛り返して。その試合あれですよね。気持ち折れてなかった。戦前でも、ほとんど、土屋選手勝つみたいな予想でしたもんね、あの試合はね。そうそうそう。勢い乗ってましたからね。土屋も、調子こい。彼乗ってましたね。乗ってましたね。うん。ああ、そんなこと言う。後輩です。失礼ですけど、よう勝ちましたよね、ファーストね。そう、勝ちました。たまたま勝ったんですか？あの時、あの、いや、あの時、僕のがランキング上でしたけど、うん、彼のがスターでしたからね。知名度は向こうの方があったんでしょ？全然ありました。うん。全然ありました。結構、あの、カドエビの選手とやってますもんね、母さんね。その、加藤選手もカドエビでしたよね。ああ、そう。ああ、加藤君もそうですね。はい、あ、そっか、そっか、そうだ。やってたわ。うん、加藤君ともやったんだ。そう、加藤君もやられた。まあ、加藤君もやられた。いやー、でも、加藤君は、ずーっともう、1ラウンドから最終ラウンドぐらいまで、全然変わんないからね。むしろ、あの、どんどん良くなっていくっていう。そうですね。スタミナがある選手なんですか？加藤選手。スタミナありますね。うーん。肩強いし、打たれ強いし。いい感じでしたね。あれ加藤君に負けて、次、その土屋君と、あの、試合決まったんですよ。ああ、そうなんだ、そうなんだ。なるほど、なるほど。じゃ完全にあれですね、かませで川瀬さんの試合組んだわけですね。そうそうそう。そういう感じですよね。そうそう。で、なんかあの、その土屋周平とやるんだったら、今度また加藤チャンピオンでやらせるよっていう、なんか条件付きで飲んだらしいんですけど、松田ジムは。そうそう、そんな感じで。まあ、行く話なかったですかね、その後は。なるほど。そうそう、そんな感じですね。あの、お名前何でしたっけ？あ、僕ですか？僕、内田と言います。内田さん。はい。TV チャンネルやってるんですか？あの、一応編集とやらさせていただいて、あの、本当は辞めたいんですけど、辞めさせてくれないですよね。内田さん。はい。内田さん。ダメですよ、それ。そうなんですよ。ちょっと、賄賂いただいてるんで辞められないんです。そうなんですよ。僕はいっぱい賄賂送ってるから。いやいや、あの、それは冗談なんですけど、あの、お母さんと 3B チャンネルを立ち上げて、まあ、なんとかここまでやってこれた感じですかね。これからちょっと勢いつけていかないといけないですけど。ぜひ、あの、坂本君、あれですよ。坂本君めちゃくちゃ詳しいんですよ、ボクシング。めちゃボクシング好きなんですよ、内田さん。めちゃくちゃ好きですね、自分は。いや、坂本さん、あの、カドエビジムの先輩の選手って大体わかります？先輩の選手は、どれぐらいまで、えのきさんより。あ、もっと古い人ですね。例えば、多分小林浩二さんとかが最初の世界チャンピオンじゃないですか、多分。あの、ボクシングは何回か見たことありますけどね。小林さんとかと、高橋尚人選手に勝ったの、なんて言いましたっけ？千秋さんか。小林千秋さん。はい。小林千秋さん。ええ。あれですよ。あの、何回忌だっけな、何回忌だろう、十、二十、三、ん、何回忌か分かん、忘れちゃったな。これ小林千秋さんの。事故でしたっけ、お亡くなりになったのが。レイさんになったんでしたっけ。そうですよね。で、母さん、あの、高橋直人選手って、わかるでしょ、あの、はい、逆転 KO の。はい、逆転の、はい。その選手に勝って日本タイトル取ってるはずなんですよ、その小林千秋選手って。あ、へぇ。あの、それも、なんかね、すごい番狂わせっぽい勝ち方でしたよね。
スーパーバンクロアーズで買ったんですけど。多分現役使ったでしょうそうですね。ね。高橋尚選手がね、相当。そうなんですね。梅さん、話戻りますけど、坂本さん、は壁ジムに、そのぐらいの世代の時に、沖田英二っていたのを知りません？沖田英二さん。ライト級とかスーパーフェザーぐらいで戦ってたはずなんですけど。沖田さん、チャンピオンになりましたっけ？いや、日本タイトル何回か挑戦して負けてるんですよ。五代昇選手とかに負けてるんですよね。大友選手とか、大友巌とかいたじゃないですか、あの時代って。あの辺に負けてるんですよね。沖田英二さん、なんか今もちょっとちょい悪親父みたいな感じで、この間会ったような気がするな。その沖田さんって僕の高校の先輩なんですよ。そうなんですね。1個上の先輩なんですよ。すごい。すごい、あの人、水球部だったんですよね。うちの高校、水球が強くて。水球部のキャプテンかなんかで、すごい有名だった人なんですけど、プロボクサーになっちゃって。すびっごくりいしまし経た。歴す。不良、今もなんか不良みたいな感じですもそうですか。ん。すげえな。それはもう、でも、自分もずっと23ぐらいから吉本の NSC 入って、すぐ半年後ぐらいに、ちょっとお笑いじゃもう無理だなと思って、チームのチャンピオンになって、お笑いもちょっといけたらいいかなみたいな気持ちがあって、それで、で、プロになって、チャンピオンじゃない、ノリでプロになって、で、まあ、ファイトマネーが良かったんで、デビュー戦で60万か70万ぐらい稼いで、一試合で。そう。だすごいから、じゃん。やめられなくなっちゃって。やば。坂本さん、大学からプロ入ってるから、あれですか、B 級から入った感じです？ 6 回戦から。回戦デビューです。ああ、母さん4回戦からでしたっけ？もう4回戦ですね。ファイトマネー、だいぶ安いですもんね、4回戦だとね。安いです。4万ですよ。そこから、あれでしょ、やばジい、ムやばにい、やばい。引かれる、手取りが4万。手取り4万です。手取り4万。手取り4万か。やばい、やばい。え？津田ジムはきついね。きつい、きつい。でも、マッサージ部でも、中部でもマッサージ部はいい方だったと思う。そう他なんのですジムはかね。もっともっと少ないって聞いたことある。なんか、あんまりいい噂聞かないですよね、ファイトマネーははね、い。チームは。坂本くんすごすぎない。60万やばいね、それは。そうそうそう。最高だったよね。しかも、で、地元が千葉だから、千葉からもいっぱい来るし、とかも残ってる人とかもいっぱい来たりしてくれて。じゃあ、こういやらしい話、日本チャンピオンの時って、もうファイトマネーってもう何百万？いや、450くらいかうそ、すごな。っ。すごいね。サラリーマンの年収ぐらいありますよね。今やってたらね。一試合で。やばやったよ。やったやでっも、すた。ごい。それはみんな風邪ひきたいな やべえ。200万円分プラスで、あとは半額で自分で買ってみたいな。それも全然足んなかった。すごい。11年目とか10年目経ってたから、プロで。36歳になる年の1ヶ月前ぐらいだったから、応援する人どん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 増えてって。わあ、すごい。やっぱそれは、坂本君の人徳だよ。ねえ、そう、僕もそう思いますよ。人徳だと思いますよ、それ。ラッキーでした、ほんと。もうでもいい。ほんで、ケット買ってくださいっつって。大丈夫です、大丈夫です。だって、全然、全然雑談ばっメかり。インの話してないじゃないメインの話ですね。じゃ、そろそろメインの話しましょうか、じゃあ。本題を。本題いや、を。
さて、問題。お二方、当然、東京ドームの試合ご覧になったと思うんですけど、わっしょい。坂本さんから聞きましょうか。井上尚弥、ネリはどうでした？いやー、素敵でしたね。うもう川瀬くんの、啓生さんの予想通り。ーん。いやいやいや。間違いなく。いやー、でも本当、ラウンド目ダウンする、でもさ、ダウンすると思わなかったけどね。あれ、ダメージ、あっとダウンっすかね？いそれや、ともタイミングっすかね？1ラウンド目のあのダウンはタイミングですね、絶対。でも、え聞いちゃったと思いますけど、えー。SA ですね。すごいっすね。なんと、ちゃんとエイトカウントまで回ってますもんね。あれ、すごいっすよね。普通、すぐ立って、いけるいけるみたいな感じでね。ファイティングポーズ取るとそうでころを。すね。自分も一番最初、初めてダウンしたのが、プロになって、生まれて、記憶失ったっていうかもう、聞いちゃってぶっ倒れたのが、永瀬くんとの試合で、永瀬、この間、流すこと。永瀬くんと、あ、右ストレート。な、永瀬選手って多分僕、地元一緒だと思います。あの人、川口じゃないでしたっけ？そうそうそう。フラッそうシですュ、フよラッね。シャー。で、そうそうそう。あ、ジム赤羽でしたっけ？フラッシュ。フラッシャーからバッ、そうですよそうね。そうそう。おー。もう右ストレート見えたんですけど、それが顎に直撃しちゃって、6ラウンド目まで余裕で勝ってたんですよ、自分が。止まった。余裕だわ、もう全然勝てるわ、と思って、調子こいて、ノーガードでこうやってたら、もうカウンターボコンともらって。すぐ立って、あ、でも右ストレート思いっきりもらったなと思って、でも大丈夫だなと思って、んで、すぐ立ったんで、もうすぐ行けるわと思って、すぐ行こうとしたら足がつって、あ、ちょっと下がって、ストップってなっちゃって。あ、それでも、もうふざけんなよってなって。ああ、まだやれるぜ、みたいな。それ、レフリーだね、と。レフレフリーリー、がマジで大丈夫。すぐ止められたんでしたっけ、母さん。そうそうそう。ミキアキ、ミ、ガッキーってやったら君。で、それ聞いてた？何？ヒガキのパンチは聞いてたの？いや、聞いてたというか、そのなんか、なんていうかな、それも、まあ、多分ダメージはあると思うんだけど、でもまだやれたので、ね、でも。で、立って、マーチンが、為替やれるって言うから、OKOK って言ったら、はい、ダメだ。みたいな。でも、あれでもし立って続けたとしても、もうガッキーは、体力回復しちゃってるから、テーピングの件で。もう息吹き返しちゃって、もう絶対勝てなかったと思う、あれは。やつは強いね。いいよね、パンチ、ハンドスピード。パンチもあるし、テクニックもあるな、あの子。ねで、顔怖いしさ。顔怖いっすよね。顔怖いって言われてるけど、なんか俺、ミガキにすげえ似てるって言われてたけどね、高校の時。坂本くんが？顔が。顔が？顔が。嘘。今は、当時は。当時ね。ああ、当時か、当時。でも、痩せるとだいぶ印象変わるもんね。全然違うよね。ねえ。ねえ、違うよね、顔が。今、芸人のやす子に似てるって言われた。はいーって感じですまあ、それは、そうね。まあ、否定はできんね。なるほど。まあでも、東京ドームの、モンスターネリ戦は、結局、ダウンした後は僕一方的だったのかなと思ったんですけど、
圧倒的でした。そうですね。圧倒的でしたよね。です。本当に2ラウンド目で見切っちゃいました。だって2ラウンそうド目ですで、ね。なんか。多分返したじゃないですか。はいはいはい。だから、もう、なんかでも、すごいですよね。足の位置が、ってたら、絶対に当たらない足の位置、内側で大体戦ってるんですけど、相手よりも、サウスポーじゃないですか。ああ、はい。見るな。はいはいはい。一人いて、大体左、外側に外側に行かなきゃいけないのに、内、左、外側に入って、大体なんか足の動きを見てて、なんか、インサイドにいるんですよね。だああ、け見どるよも、ね。それでいてそっからなんか裏剣みたいなジャブでバーンってついて、ジャブは普通サウスパイだとジャブ当たらないけど当たるもんね。ね、すごいすごい。難しいって言いますもんね。オーソドックスが難サウしいスです。にジャ右バー手当にたる。当たるんで。左手の使い方相当うまかったね。め相ちゃく手、ちゃ。だから相手の右のジャブを絶対にもらわないように、最初にもう、相手のジャブにもう、警戒して、もうパーリングをもうだいぶ離れたところでパーリングしてるみたいな。あれは、なるほど。ねえ、エースさん。違う、なんかね、声が途切れるのよ、すごい。一田さんが喋ると聞こえないんですよ。なるほど、なるほど。なので、すいません。なんか多分、うまくあれが言ってないと思うんですけど、なんか設定がうまくいってないでしょうね。ああ、すいません、すいません。直しておきます。なんだか残り時間がもう少ないので、ちょっとまとめえに、そうなんですよ。もう、残りあとわずかですって、こっち出ちゃったんで。ちょっと やまとば。めに入りますけど、ちょっと元プロボクサーのお二人に聞きたいんですけど、はい。井上尚弥ってなんでショートのパンチであんな相手が吹っ飛ぶぐらいのパンチ力なんですかね。今回ネリ倒したのは全部ショートのパンチだと思うんですよね。はい。最後なんて右アッパー右ストレートなんてめっちゃショートじゃないですか、あれ。そうそうですね。ロングじゃないですもんね。そうですよね。で、最後の右ストレートなんてネリ吹っ飛んでるじゃないですか、あれ、ドーンって。そうですね。なんであんな威力あるんだと思いますか。はい、パスさん。なんか、僕は主に、もうダメージが相当蓄積してましたね、あれは。あの段階で。はい、もうあの段階で。やっぱ、井上尚弥ってすごいのが、やっぱジャブなんですよ。やっぱすごいめちゃくちゃ当たってて、で、ジャブが当たるから右ストレートも当たるんですよ。さっきその坂本が言ったみたいに、ジャブが内側来るんですよ。内側来るから、もうその直線上にもう顔があるから、右なんかもう絶対そのまま当たるんですよ。ジャブが当たるからもう右も全部当たるんですけど、もう、最後のダウン行くまでにも相当多分ダメージが蓄積していて、ショートが強いっていうのも、まあ、ドロパンチも強いと思うんですけど、もう多分もう我慢しきれなくなって倒れたって感じかもしれないですね。いや、そんな感じ。6ラウンドで試合終わってますけど、5ラウンドでダウン取られてるじゃないですか、ネリが。左フックのカウンターで。あれも結構相当ダメージありましたもんね。来てますね、そうできますね。目飛んでましたもん。飛んでますもんね。飛んでました、はい、そう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 。まだ最初の3ラウンドのやつは、2ラウンドか。2ラウンドのダウン2ラウンドでは、すね。多分、2ラウンドは、はい、2ラウンドの、ダウンは、まだネリの目はまだ切っとったんですよ。でも5ラウンド目がもうポーンなってましたもんね。言ってましたもんね、もうね、意識がね。言ってました、言ってました。相当切れてます。なので、まあ、どのパンチも強いと思うんですけど、多分ショートで切れたのも、もう多分ダメージがたまにたまって、多分、もうごめんなさいって感じでしたね、多分。なるほど。でも僕、足の動きまでは見てませんでした、なんかそこまで。その坂本君が言ってた。逆にすごいなと思います。そういうとこ見て、なる面ほど、白いななるほど。と。はい。坂本さん、どう思いました？井上尚弥のショートのパンチっていうのは。このパンチもすごいですし、ラウンド目からは、やっぱり今までの井上尚弥、
が出てたんで。ああ、それ思いました、それ思いました。もう絶対もらわない。もらわないでも、最初の左フックみたいな、ああいうのを何発も打ってきたんですけど、2ラウンド目。点にそれを見切って、もうそっからは、だからもうその、危機管理能力ってのはすごいっすよね、もすごいっう。す。でもその人の、あ、こう来たらもう、これを合わせようとか、もう体が全てなんかどんどん、完璧ですよね。完璧でし完た璧。ね。多分、彼は、合気道の達人だと思います。合気道。合気道。合気道。おお。なるほど。あほんととでももすごい人間だよ。なんかそんな風に見えますけどね、気配を消して相手と戦ってんじゃないかなっていうか、なんか不思議な。すごいなんか前とかなんかすごい不思議な感覚があるなんかね。そう。あの、どうなんだ試合ろうな。後の、あれですね、ネイリがインタビューでなんか言ってたんですけど、井上尚弥のパンチがやっぱ早すぎて、何発か見えなかったぐらいなことをやっぱ言ってたんで、相当やっぱ、ハンドスピード早いんでしょうね、あれはね。めっちゃ生えてますね。本当にあれですよね。握力がすごい弱いんですよ。1以下とか。それ、井上尚弥のパンチは腹に受けたことあるんですけど。そんなに重くなかったんですよね。こっちが聞きたい。からなんですけど。でも、その後、井上拓真くんのパンチを思いっきり受けたんですよ。井上拓真くんの方がパンチありましたね。なんか、そういう人多いですよね。たくまはパンチ結構あるって結構言いますよね。それは坂本君、それは、右か左どっちですか？左ですか？右ですか？左だと思う、左。左思いっきりもらったけど、めちゃくちゃ羨ましい。羨ましいですか。小屋くん、そう。なんで、井上尚弥くんに殴ってもらった後に、ああ、あんまり効かないわって言ったら、そのすぐさま、もう一発打ってきたな。あ、こういうことか、と思って。なるほど。ついていきますよね、多分、彼は。だから、相手が良いところを見つけて、くっていうのが上手いかもしれない。確かに。探そう、見えすての。ます。全体見えてます。なるほどね。探して、るっていうところを、頭の中でイメージしてるんじゃないですかね。ああ、すそう、ごい。そうだな。なるほど。いいや、やすごい。ー、すごいっすね。まあ、日本歴代ボクサーナンバーワンっていうのは、まあ、間違いないのかもしれないですね。井い上や、尚弥本当、そうですね。の。肩にと井上尚弥の試合見たいね。見中たい。谷潤。長谷淳斗選手と井上尚弥選手の試合見たい。見たいよね。今日ちょっ見たい。と時間があれなんですけど、今度は坂本さんとカースさんで、今、バンタム級の世界チャンピオンが全員日本人になったじゃないですか。それで、そこでランキングっていうか、誰が強いかとかっていう、ちょっと、朝まで討論じゃないですけど、討論してみようかな、みたいな。面白いですね。まあ谷まあ、潤斗。1位と4位は大体の人が意見揃っちゃうんですけど、2位、3位が結構微妙なんですよね。そうですね。すごいですね。バンタム級は今でも日本は本当レベル高いですね。みんな高強いそですね。うですね。そうですね。いつも CB チャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。
マシよいしょ。マシ。はい。ケースから三つのお願いがあるんです。一つ目はマイトさんお願いします。チャンネル登録と友達を紹介してください。お願いします。何人紹介するとケースさんからサインがプレゼントされます。でもいらない。二つ目はケイ君。声ちっちゃい。その、ケイさんの雰囲気系なんで、スリービーチャンネルを応援していただけたらと、ケイさんが喜ぶんで、よろしくお願いします。まあ、いい例ですね。で、3つ目は、彼女募集中です。よろしくお願いします。いやいや、自分だけやろ。違いますね、ちょっと。コメントをぜひお願いします。お一人一人必ず返しますので、ぜひお願いします。アンチ問わずお願いします。はい、アンチも待ってるぜ。お願いします。